はい、どうもおぱしです。今回はこちら MacTab45 を使ってチームデスマッチの裏でやっていきたいと思います。プレステージね、7周目突入ということで MacTab をアンロックいたしました。 MacTab ね、個人的にねすごい好きですね。何がいいかって、うおーやべえ、何その寝っ転がり方。何がいいかっていうとですね、あの FPS 感というか COD 感といいますか、あのカルマとかとちょっと似てるんですけど、実弾銃があまり、ひどすぎ。それは CODIW 実弾銃があまりなくてレーザー銃ばっかじゃないですか。だからなんか久しぶりなんかちゃんとコールオブデューティーしてる感があって楽しいんですよね。エイムずらい方ね。 OK からのもう1枚ダブルキル。 OK ナイスエイム。もう1枚いますね。来るか来るか、右行ったな。ここで頭出ししてなかった。そっか、いらっしゃいね。センターここいますね。あー撃っちゃったな。いった、待たれてんの。おお、ダブルキル、危ねえ。よう打ち勝ったね、今ね。 UAV のライン、さあ来るかも来るかも。気をつけて。え、待って、ここでいろ、やばすぎない。なんで俺気づかれないのかな。こいつだけ、もう一枚いるよね。危なすぎ。でさらにこっちから一枚来ますね。待って、後ろからも長弾って。待って、お前あんなところでまだ角待ちしてんの。まだいるかな。ラウいない、いないっすね。あと私、え、倒してない、しかも。おお、マジかよ。まだいるかな、まだいるのね。おお、危ねからの、いた。よし、ダブルキル、トリプルキル。おお、クワッドフィード、 SMG クワッドフィード、オーマイガー、素晴らしいですね。今のはテンション上がるぞ。いる、うわー悔しい。あ、いたな、いるな。 OK、 いらっしゃい。こいつだけ危ない。怖いですね。リロードして、来るかな、できますね。来た、いらっしゃい。うわー、センターで SR 見てたか。ちょっとロンバルつけてみますか、次 FMJ やめて。ロンバルだったら変わるかな。よし、ナイスエムからのランチャー。このランチャー意外と、あ、負けちゃった。あ、おられる。おばしさんお疲れ様です。おばしさんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。 GGGG じゃ、味方GG じゃないやついるんだよな。我が BL 欧州プラン。味方に文句があるのならフリーフォールに行けばいいじゃないかということで、フリーフォールに来ました。ということでフリーフォールで今回ロンバレに切り替えてみました。さあ頑張っていきましょう。一発で1位取りたいね。さあアクティブミッションエネルギー兵器で5キルとのことですが、今回はねマックタブということで実弾でバリバリゴリゴリ頑張って30キルしていきたいと思います。このマップでフリーフォーやるのは初かな。ちょっと怖いな、これどこでリスマークんだろう。おっと、まずは1キロいいっすね。ここいるぞ。2枚目ゲット。こ、あ、待って、それはまずい、まずいですよ、まずいですよ。リロードいらなかったっすね。ちょ、角マガがあるので強気にいきましょう。角マガがあると48発ということで、角マガなしだと結構ね。うわー、マジか、マンモスサブマクタブ、30発だったっけな、32っつったっけな。角マガがつけないとかなりね、ワンマガが少ないんですよね。あー、仕留め損なったな。空中のエイム、こっちから来るかな、下から来んのからの、わっ、これは横から来んのね。忙しいですね、フリーフォールは。さあ、いるぞ。まずは1キル、赤点ついてましたね。ここ倒して振り向きざまにもう1キルしたい。なんだと。で、ここ、え、待って、後ろ、いやー、ここら辺が激戦区か。くそ、大体分かったぞ。でもあそこだ、あそこを制圧すれば、いやー、スパス、あそこを制圧すればいいんですね。あそこを制圧ってなんかエッチーですね、響きが。はっ、その距離スパスには抜かれんよ。はい、はい、ランチャーいきますよ。意外とここら辺もいいのでは。おーし、ナイスキル、いたな、いらっしゃい。からの、うわー、ここ打ち勝つ、ナイストリプルキル、いいですね。丁寧に打ち勝つ、丁寧に打ち勝つ、丁寧に打ち勝つ、いいですね。何でもかんでも飛んでるとエイム合わなくなっちゃうからね。ドットサイトの強みはエイム。さあ、お邪魔します、お邪魔しますだ。おっと、ちょっと差が狭まってきちゃったぞ。ここら辺でしっかり打ち勝って、1枚だけか。後ろから回ってくるやつはいない、後ろはいないですね。じゃあ前だ、あぶれ、あー、打ち勝って、リロード、下がる。ここだったらリスポーンしないっぽいですね、敵が。ここにちょっと一歩引いて戦ってみます。待って、いた、打ち勝って、
こいつもう一枚いいか、いたな、今下から来てましたね。打ち勝って、そろそろ下がりたい。あー、クソ下がらない。あそこ下がってリロードしたらちょっとアンチっぽいな。敵の UAV だと、敵の UAV もね、この武器だったら簡単にこうやって落ちるんですよ。この武器の強みはなんとロックオンしなくていいところ、素晴らしいですね。いたね、よし、からのラスキル、華麗にラスキルを決めていく。ラスキルは本命、華麗とはほど遠かったということで、マックタブ使ってみました。どうですか、銃声気持ちよくないですか。あとなんか結構ブレる武器かもしれないんで、まあブレる、じゃあややブレる、ややブレるぐらいの武器なんで、まあちょっとなんかね、その自分で制御して実弾でしっかり相手に4発当てるっていう、なんかザ・ COD って感じがして、すごい個人的には好きな武器なんでね、あの IW で銃声が嫌いとかレーザー武器嫌いみたいな方にはぜひともおすすめしたい一品となっておりますので、皆さんぜひとも使ってみてください。ということで、明日はね、マックタブの元となった UMP の動画あげますので、ぜひとも皆さんそちらの方もよろしくお願いします。いろんな新武器紹介していきますので、 IW 好きの皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上です、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。よおお、危ね、からのいた、よし、ダブルキル、トリプルキル、おお、クワッドフィード、 SMG クワッドフィード、オーマイガー。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。